おはようございます。昨日に引き続き百名山巡り、今日は11座目、雲取山に来てます。東京都ですね。東京都の最高峰です。めっちゃ混むって聞いてたんで、6時半に駐車場に着いたんですけど、もう駐車場いっぱいでした。まあ、路肩の車のあの待避所みたいなとこ、そこに運よく止めれましたので、まあ、駐車場の一段下からスタートしてます。昨日18キロぐらい、今日もここ20キロぐらいあるので、ちょっと足がどうなるか分かりませんが、まあまた日帰りで頑張ってみようと思います。それではまた。登山道が超綺麗です。さすが東京の山ですね。よく整備されてて、勾配も全然きついとこは今のとこないです。30分ぐらい歩いてきたんですけど、木漏れ日が綺麗で非常に歩きやすいです。今すぐ後ろ、七ツ石山と雲取山の分岐のとこでした。ちょっととりあえず疲れがひどい、昨日の疲れが、はい、おここすげえ、なんか水が湧き出してます。ていうかここの道すごい、見えますこれ、橋すげえ橋だこれ。ちょっと動画撮ってる場合じゃねえかも。ここの、分岐で七ツ石山の方行くとちょっと上りがあるんで、うわめっちゃ揺れるこれ、怖え、お怖っ。とりあえず今日は雲取がメインなので雲取山目指します。今この後ろ七ツ石山との分岐があったんですけど、向こう行った方が良かったかも。巻き道の方がもうずっと日陰でかなり寒かったです。まあ、帰りは七ツ石山の方行きます。髪がすげえな、もう日陰みたいに、こっち側から風が来てるんですね。で、巻き道は沢からの風がすごい冷たくて、なのでこの焼けきました。ここが噂の尾根道ですね。綺麗な尾根になってます。非常に歩きやすい。もうすぐで小雲取山です。頑張ります。いやここの稜線、噂通り綺麗です。すごい歩きやすくて、向こう側に雪の積もってる南アルプスが見えます。ちょっとこのカメラじゃ見えないかもしれないです。あとこの木の向こう富士山ですね。すごい超綺麗です。小雲取山山頂です。1937m、 別名春山どっちかだそうです。ここは眺望はまあまあ最高です。まあ、木があるんでちょっと見づらいんですけど、まあ、富士山とか綺麗に見えてます。ちょっとここは黙ってると見過ごしそうな入り口、今笹やぶ通って入ってきました。あまりみんな来てないのかもしれない。まあ、通過するだけでもピークは取れますが、登ってみました。じゃあこの後雲取山行ってきます。山頂が見えました。ちょこんと山荘があって可愛い感じですね。めっちゃ絶景、いや紅葉も今日も最高です。富士山も見えて超綺麗です。それではピークアウトしていきます。今雲取山山頂行ってきたんですが、山頂の模様をどうぞ。Thank you.
なかなかいい山頂でしょ。このバージョン昨日もやったけど、百名山はやっぱ密なので、これからはこれで行こうと思います。はい、今雲取山荘を出てきました。雲取山荘の模様はこちら。どうでしたか。この山荘も綺麗ですね。すごい。あとトイレは、だいたい山のトイレってあの寄付金とかのボックスあるんですけどなくて、でちょっと聞いてみたら、ここのトイレはなんか都で管理してるらしく、お金はいらないということでした。まあ普通に山のトイレって感じでしたけど用を済まして、今から下山ですね。でここ今、雲取山の巻き道、昨日の拳ヶ岳もそうでしたけど、この辺の山はなんか巻き道があって非常に助かります。帰りにまた登るの嫌なので、じゃあ巻き道で帰ります。まあ、帰り、行きで登れなかったところちょっと登っていこうと思います。それでは、よもぎの頭1813メートル到着しました。ここはショーピークですね。こことあとが七つ森山っていうのがあそこに見えてます。これを落として今日は4歩ですねやって帰ります。ここも景色いいですよ。かなり気持ちいい。今日も当たりです。ただちょっと風が強い。じゃあ頑張ります。はい、今七つ石神社、あそこに神社がある。ここ、まあ、七つ石山から降りて神社通過したところです。七つ石山すごい見晴らしが良くていいところでした。その模様をどうぞ。どうでしたか。なかなかいいとこでしょう。あの石柱みたいなやつも雲取山と同じ立派なのがあって綺麗なところでした。今日はこれで4歩落として今からもうゆっくり下山します。はい、登山道から出て舗装路に来ました。もうここから駐車場はすぐなんでもう終わりです。今日は、雲取山、ここの近辺の山を4歩縦走しました。あと雲取山荘まで行って手ぬぐいを買ってきました。で込み込みで、7時スタートの今13時42分約まあ7時間コース、昨日よりちょっと短いのかな。結構でも昨日の疲れがあって最初行きはもうちょっとめげてましたね。はっきり言ってテンション落ちてて、なので他の山登らないでもう雲取だけ一直線に狙って、帰りにまあまた余裕あったんで他の山登って降りてきました。今日はまた甲府の方移動して、明日は、天気はちょっと微妙なんですけど大丈夫そうなら大菩薩嶺に登ります。それでは今日はこの辺でお疲れ様でした。チャンネル登録お願いします。